どうも、よくあちセムチャンネルです。今回はですね、レーベル5ビジョン2024で発表された新作タイトル2つご紹介したいと思います。本日ですね、9月24日火曜日の夜9時からライブ配信ございまして、見てたんですけれども、やんって、新作タイトルやんって感じでしたよね。すでに発表されてたのが、こちら、イナズマイレブン、英雄たちのビクトリーロード、さらにデカポリス、ファンタジーライフアイ、レイトン教授、で、さらにメガトン級武蔵ワイヤード、これすでに発売されてんだけど、もうなんか追加のコンテンツが11月ありますよ、ということでございました。で、新作タイトル、こちら発表されております。ババーン。なんかね、最初、ハテナ2つだったのよね。なんやろうみたいな。で、妖怪ウォッチファンとしては、妖怪ウォッチ2のリメイク来るんじゃねーとか、まあ他にも、ダンボール戦記とか、なんか既存タイトルのリメイク版来るんじゃねーとか予想してたんだけど、稲妻イレブンでした。稲妻イレブン RE リメイク版ね。遠藤守くんが主人公の時の昔の最初のやつをリメイクしますよっていうやつ。で、もう一個が、ゴーストクラフトじゃねーって思ってたんですけど、ホーリーホラーマンションというタイトルでございます。あ、そんなんなんやーみたいな。だからゴーストクラフト RPG みたいな、まあ、そういうことなんですけど、後ほどね、じっくりとご紹介しますけれども。ちなみに、稲妻イレブン RE はこんな感じですね。これもなんか2026年とか、もうだいぶね、先の話なんですよね。2年後ですわ。だから今度、てか今年 その年末、12月末にですね、稲妻イレブンの映画があるわけですよね。この遠藤守くんの昔のやつと、稲妻イレブン、英雄たちのビグトリーロード、この2つの映画を同時に公開ということなんですけど、あ、そういうことだったのかと。ゲーム発売するから、で、2つのタイトル持ってきたんだ、みたいな。既存の稲入れのファン、プラス、新しいその子供たちだったりとか、子供心を持っている大人たち向けに、そう、新規のファン向けに、こういう昔のやつもやるんだ、ということだね。対応機種としては、一応、任天堂スイッチと、プレステ5、4、スチームのね、対応となっております。価格未定ですけれども、今のところ2026年。で、他のタイトルもね、結構先伸びてましたよね。この稲妻イレブン英雄たちのビクトリーロードに関しても、なんか2025年、来年の6月になります、みたいな。結構待ちますって。一応なんか体験版配信しとったと思うんですけど、まあ、200万ダウンロードぐらい突破しましたよ、みたいな。もうその時に発売したらええんちゃうとか僕思ってたんだけども、やっぱその内容をどんどん良くしていますよ。なんか、オープンワールド作ってます、みたいな。で、皆さんのヒアリング受けて、さらに良いものに、もう無限に、永遠に楽しめる作品にしてます、いうことで、そう、ガチガチのガチで頑張ってはるということみたいですね。もう内容で返すよって、延期する分内容でユーザーの皆さんに返しますよレベファー言うて日野社長がねなんか説明されておりました。で、デカポリスもですね結構延期しまして2026年になるんやって。なんか今回もね PV 見てたらめちゃくちゃ面白そうで、なんか主人公のこのハーバードくん、昔なんかトラウマというか、母親がね、なんか殺されたみたいな、そういう設定もね、今回の PV で話しておりました。母親を殺した犯人に出会うみたいな。このバーチャルの世界、デカポリスで犯人捕まえるみたいな、そんな感じかな。すごくね、ストーリーも面白そうだなって思いました。2026年来るのかと。で、ファンタジーライフ愛もですね、これ来年のね、4月になる言うておりました。こちらもなんかオープンワールド作ってて、まあ、操作性、柔軟性がアップしているんですかね。なんかすぐにジョブもね、変更ができたりとか、すごくね、操作性がアップしてるみたいです。で、レイトン教授は予定通り、来年の2025年に発売予定となっております。そしてですね、もう待ちに待った、その妖怪ウォッチの流れを汲んだ、全く新しいタイトル、それがですね、こちらの、ホーリーホラーマンション。まあ、タイトル訳すと、まあ、神聖で神秘的な、ホラー怖いマンションということなんですよね。あ、このマンションが舞台なのかなみたいな。ちょっとこの名前、タイトルとか聞いた際に、あれちょっとなんか聞いたことあるような気もするなと思って、そのなんか韓国でめっちゃ人気のね、アニメがあって、それが、神秘マンションっていうね。まあ、主人公たちがそのマンションにやってきて、引っ越してきて、そのマンション内で結構なんかゴーストが出てくるんかな見たことないんだけど、なんか結構時計つけてて、妖怪ウォッチと似てるみたいなんで、で、僕目にしたことあったんだけども、ちょっとこう、意識しているのかなとも思いました。ではですね、新作タイトルの PV とかを見ながらですね、予想、そして考察
していきたいと思います。かなり力を入れてらっしゃる、これまで以上の大型のクロスメディアプロジェクトみたいな。妖怪ウォッチの時もそうやったやん。アニメ、ゲーム、おもちゃ、映画、食料品、もういろんな企業さんとね、コラボってたと思うんだけども、それと同等の、もうレベル5さん、かなり力を入れたね、作品になってるっぽい。まあ、今回その、妖怪っていう名前じゃなく、ゴーストっていうね、名前にしてるんですけども、コンセプトネクスト妖怪ウォッチみたいな、ジバニャンと、ジバニャンを出してくれ、と。妖怪ウォッチのリメイク作ってくれってね思ったりもするんだけど、まあ、新作もね、新作で楽しみではありますよね。妖怪ウォッチっぽい要素があるのかな、またケイタくんとかジバニャンとか出てくるのかな。ちなみにこのさ、カラーもね絶対意味あるなと思ってて、後ほど触れますけど、緑、ピンク、青で黄色、紫、オレンジみたいな、このね色も絶対意味あるよねって、全てが伏線になっている、そんな気がしております。で、この舞台っていうのがこちらなんですけど、どこーっていうね、え、日本なのみたいな、アメリカなの、中国なの、韓国なの、どこーっていう感じですけども、まあ、一応今回その To the World Children、 世界中の子供に向けたコンテンツということなので、どの地域の人が見てもこう共感するような場所にしてる可能性はあるよね。で、こちら主人公が王や天くんでございます。なんか天ってなんなみたいな、中国人かなと思ったんだけど、まあ、東洋系の顔してますよね。おそらく、まあ、日本人かなと思います。これ日本語と同時に英語とかでも書かれてあるんですけども、天、ロードランド、もう王やの天なんだよって。この天っていうねやつはおそらく建物、後ろの建物が10階建てだから天なのかなって僕はね予想しております。こうね、若いよね。小学5年生ぐらいの感じなのかなと思っております。結構ハツラツとした男の子ですよね。陰キャというよりは陽キャに近い感じなのかな。で、おしゃれな感じはするよね。で、帽子、キャップかぶっております。で、この天くんが住んでいるのが、このマンションの一番屋上だよと、なんかこの建物の大家が、おばあちゃんみたいなのね。つまり、このマンションの中でいろんな出来事が起こるんじゃないかと。おばあちゃんの所有物だから、人がいない部屋とかも絶対いっぱいあるわけよ。このマンションを舞台にいろんな出来事が起きそうな気がしてるよね。この屋上すごくないっていうのは、庭とかあったりとか、普通に家があるんだよね。とんでもないお金持ちなんじゃないのかと、そんな予感もしておりますけども、家族出てまいりましたと。天くんの家族ですよと。最初見た時にアメリカ人なのかとか思ったんだけど、パパがねすごくイケメンですよね。サラリーマン、仕事できそうやんって。で、食べてるもの見てみても、味噌汁にご飯になんか肉じゃがっぽいような結構和食テイストなんですよね。で、お母さんすごく美人やんと。で、さらにお姉ちゃんいそうなんだよね。これ私服なんで、もしかしたら小6、いや中1ぐらいの年齢かもしれないけど、天くんのお姉ちゃんめちゃくちゃ美人で、靴履いてるんだっていう、どんな家って靴脱がないで靴履いたまま飯食ってんだけど、なんかちょっとアメリカンなところもあるんだよね。不思議。なんかザ日本というわけでもなさそう。なんか日野社長が言ってたけど、今回のテーマは家族なんだよと。家族みんなで楽しめる。それってね、どういう意味かわかりますかみたいな、なんか意味深なこと言ってたけど、そう、一応ね、家族がテーマになってるっぽい。子供だけじゃなくて、親御さんも楽しめるんだよと。で、ずってんころりん転んでおりますけれども、ここは普通のマンションではない。ホーリーホラーマンションなんだよって話なんだよね。そしてですね、こちらのめちゃくちゃ可愛い猫ちゃんが、まあ、相棒となる、そんな存在かな、まあ、ジバニャみたいな。天くんの相棒みたいな、そんな感じになるのかなと。で、左耳ジバニャンかけてたと思うんだけど、それをちょっとイメージしたような感じ。左耳なんかピアスみたいなのついてて、しかも尻尾出てて、なんか鈴つけてて、で、腹巻きの代わりになんか座布団があって、これ招き猫ちゃんが動き出した、妖怪化したような姿なんだけど、ちょっとジバニャンっぽい感じはあるよね。この子の名前はなんかキネコっていう名前ね。招き猫のマネを取ってキネコっていう名前ですけれども、で、開かずの間に行ったわけよね、天くんは。なんかすごいね、いろんなもの置いてあるわ。印刷機とかバイクとか、あ、研究施設みたいな、ラボラトリーみたいな、そんな感じではあるんですけど、まあ、マンションの中にあるんだろうね、こういう研究施設が。で、そこにあったのがカメラなんですよ。今まで妖怪ウォッチだったらケイタくん時計使ってたと思うんですけど、今回はカメラでございます。カメラを使って妖怪を見ることが
できそうなんですよね。おもちゃ化するとしたらまずこのカメラがね出てきそうですよね。でこのカメラ自分に向けたところですね、鼻毛がなんか出てくるっていうことなんですけど、これがなんかゴースト、まあケイタくんもさ、なんか昔鼻ほじしてて、でその鼻くそ吹っ飛ばしたらなんか鼻ほじになったよみたいなエピソードあるんですけど、やっぱりね子供クソが好きなので、そう鼻からゴースト出てくるのもねすごくキャッチーでいいのかな。でこちら緑色のゴースト出てまいりました。このゴーストがあの物に入り込むことによって動き出すということですね。いろんなカラフルなねゴーストが今後出てきそうです。でこのゴーストのコンセプトダンスがサンタさんという方、まあ、ダンスがめちゃくちゃうまい方なんでしょうね。僕は存じ上げなかったんですけれども、そうだからこうなんていうの、作品に対してダンスだったりとか音楽とかいろんなもので盛り上げていく、そんな感じ、いろんな方たちが携わってる、そんな感じしますよね。例えばこのね貯金箱にゴースト入ります言うて、こちら新しいゴースト出てきてる。でさらに招き猫にゴースト入りますということで、またねキネコくんが、キネコちゃんが誕生してるわけですね。このさ画面的にはめっちゃ任天堂スイッチだよねまだその機種とか発表されてないんだけど、これ任天堂スイッチっぽい画面だよね。ちなみにプロフィールチェックしておきましょう。招き猫にゴーストが因して生まれたもののけ、幸せを招くことが宿命。この左手上げてるのは人を招く方だよね。幸せ招くはずなんだけど、人の不幸を喜んでしまう癖がある、ちょっと性格悪いのかもしれない。仲間からの指摘受けてしまうと、幸せとは何かを未だに見つけられない迷い人ならぬ迷い猫ちゃん、ちょっと問題児っぽいね。得意技、必殺技のことかなと思うんだけど、オラオラビンタッチみたいなオラオラからのビンタのタッチで、憎しみと愛情のフルコース、まあ、百裂肉球に似たような必殺技かもしれない。だから確かにねこの子その動きがすごく良さそう。手が長いし、そのパンチとかもだし、ダンスもなんかできそうな予感してるよね。もののけ図鑑ナンバーワンがキネコとなっております。でさらにもののけ図鑑のナンバーツー、豚チョキ、これなんか豚の貯金箱からの豚チョキですよね。豚の貯金箱にゴーストがインしましたと。お金を貯めることが存在意義なんだけど、金遣いが荒い、お腹に溜まってる贅肉ならぬ銭を放出するのはダイエットのためだと主張している。必殺技、得意技が銭バラマキーノ、こうお腹に溜まった銭を放出で相手に過去の無駄遣いを後悔させる、なんかこう取り付き系なのかもしれないね。でナンバー3、ナンバー4と隠れてるんですけど、ナンバー5キャンということで、これなんかねめっちゃなんか最初犬かなと思ったんだけど、名前的によく見たらこれ多分ねキャンドルなんだよね。そう、ろうそくが妖怪になった姿かもしれない。でこのチャポットね、なんかめっちゃ可愛いやんか、ペンギンかなと思ったんだけど、これはお茶のポットっていうことだよね。だから身近にあるいろんなものが動き出すみたいな、なんかトイストーリーみたいな感じもありつつ、なんか親近感湧きそうな感じではするよね。なんかパソコンとかにゴースト入り込んでソコンとか、そんなね妖怪も出てきそうだよねでこのゴーストには仲間がおりまして、青色もいるんだよと。これ青色のコンセプトダンスがピコ太郎なんやって。ペンパイナポアポペンのピコ太郎が、そうコンセプトダンスなんやて。でこの青色のゴーストに関してはキメラ合成ができますと。さっきみたいにペンとアップルと、あとこの小さいものペットボトルの蓋、3つを合成すると新しいモンスターというかゴーストが爆誕するということね。ちなみに他にもサインペンとかハサミとか洗濯バサミ、かぼちゃ、ホットドッグ、いろんなあるね。食べ物とかも使えるんだ。で右上のところにはなんか14のマークあるから、まあ、数は限られてありそう。これ男心くすぐるやつね、工作みたいな感じだ。で誕生したのがこちらでございます。このさリンゴとペットボトルの蓋とこのさペンでなんか戦車みたいな、そんな感じになってんだよね。他にもこうかぼちゃ系のやつ、かぼちゃとバナナみたいなのとかもあるし、あこうラーメン系のやつもおるし、これはトマトと笛とあと封筒でなんかね鳥っぽい感じ、
で、ここにはなんかさ、洗濯バサミで竜みたいなやつとかもいたりするんだよね。いろんなものを自分で創作することができる。これがなんかゴーストクラフトたるゆえんな感じもするよね。で、他にもピンク色のゴーストも言いますと。で、このゴースト結構変わってて、なんかこう建築系なんですよね。で、ちなみにピンク色のコンセプトダンスがアバンギャルディっていうね、ダンサーの方なんですかね。で、このピンク色のゴーストがこのケーキの中入るわけです。そしたらケーキがなんかめっちゃでっかい建物になって、で、その中に入っていき、大切なものを見つけることができるんかな、みたいな。すごい世界観。なんじゃそれみたいな。建物を作れるゴースト。で、一旦この3種類のゴーストが紹介されたわけなんだけど、おそらく全部で5種類ぐらいはいるんじゃないかと思ってて、このレベル5のカラーもなんかゴーストのカラーをイメージしてるような気もするし、この To the World Children の文字もさ、めちゃカラフルやんか。これも多分ゴーストのね、カラーを意味している。だから他にも紫とか、まあ、黄色とか、いろんなね、種族、妖怪ウォッチだったらプリチー族、ポカポカ族あったと思うんだけど、そんなノリでいろんな種族いそうなんだよね。で、天君たちの敵というのが、こちら悪徳企業の魔王堂となっております。そういえば、さっきのマンションなんだけどさ、これなんか魔界につながるゲートにもなってるみたいなんだよね。つまり、なんか妖魔界みたいなやつも、あんのかもしれないよね、もしかしたら。で、この悪徳企業、そのブラックリーマンたちが敵なわけなんですけれども、これボスだよね。ラスボス的な感じ。これももしかしたらゴーストなのかもしれない。なんか普通にイケメンなおじさん、イケオジな感じもするけど、ちょっとゴゴゴゴッドファーザーっぽい感じもするよね。で、お供のこちら、キネコに豚チョキ、この二人とかを連れて、戦いに行くみたいな感じ。格好的にはスニーカーになんかつなぎみたいな感じ。そしてカメラで、ここぶら下げてるのがね、なんだろう、なんかその妖怪というかゴーストを呼ぶためのメダルだったりとか、なんかそういうキーアイテムがあるのかもしれないよね。行くぞみたいな、ぶっ倒すぞ魔王という感じですかね。結構ね、近代的な建物な感じがするよね。で、魔王堂が作ってるのが乗るだけで痩せる体重計っていうことですね。なるほど。魔王堂の M の文字になってるのか。で、天くんのママが、痩せんの?みたいな。取り憑かれて乗ってしまう。で、多分その代償としてなんか起こるんでしょうね。ってことで、すごく楽しみな感じでもあるよね。すごい無限性を感じる。いろんなものを作れたりとか、いろんなものに取り憑くから無限性を感じるよね。有限ではないよね。で、これがゴーストクラフト RPG と。なっております。なんか、コマさんとか、オロチとか、おなじみのキャラが出るのかっていうところですよね。妖怪ウォッチファンとしては。そう、我々は妖怪ウォッチが好きなので、その辺大事ではあるっすよね。そう、新作タイトル、その妖怪ウォッチ2とかじゃなかったもんで、余計にちょっとね、辛いものはあるんですけど。で、このキャメラが名前、キャメロンとかいう名前なんですかね。ゴーストカメラ。このカメラを使うことにより、見ることができる。妖怪、ゴーストを見ることができるのかな。で、さらに、このゴミ箱見てたら、モンスターとして出てくるゴミパック。だから、バトルもあるわけよね。ゲームとしては、その、なんていう、魔王堂を倒すってのもあるんだけど、ゴーストとゴースト、もののけともののけのバトルみたいな。そんなんもありそうだよね。で、画面的にはめっちゃ任天堂スイッチっぽいけどね。すごく映像良さそう。普通に HP がゼロになったら負けるみたいな、そんな感じ。で、ゲージ溜まったら必殺技発動みたいな、そんな感じなのかな。で、ウィスパー的な感じなのかな、キャメロンが。ナビゲーターというか、そんなんもいそうな気がするんですけど。で、この街にはたくさんの幽霊、ゴーストだったり、不思議なものがある。このカメラを通して見ることにより、それをサーチできちゃう。場所的には結構ね、東京とか都会な感じ、日本っぽい感じはするんですけどね。この街はパンプキンに満ちている。まあ日本だけじゃなくて、やっぱその海外を意識したような、そんな世界観になってる気がしますよね。ホーリーホラーマンション。で、対応機種秘密ですと。まあおそらく任天堂スイッチとか、プレステ4、プレステ5あたり来るんじゃないかな。スマホの画面っぽくはなかったよね。で、発売日とかは、
まだ教えてくれませんいうことだけど、まあ、2026年とかじゃん。早くて、まあ、2026年ぐらいな感じするよね。で、価格それなり、まあ、6000円とか5000円前後になりそうですよね。ホーリーホラーマンションカミングスーン。言うてますけれども、そこそこ待ちそう。すぐには来ない、みたいな。そんな感じしますね。ということで、ティザー PV 見たわけなんですけれども、ちょっと妖怪ウォッチ感は少なそうかな。どう？主人公がケイタくんぐらいの、まあ、年齢だったりとか、ジバニャンっぽいキャラいたりとか、ぽいものはあるけどなぁ。まあ、妖怪ウォッチは妖怪ウォッチでまた出してほしいなぁ。妖怪ウォッチ2とか妖怪ウォッチ5とかなんでもいいけど、そう、おなじみのキャラたちの作品また作ってほしいなぁ。まあ、新作この、ゴーストクラフト RPG、ホリーホラーマンション自体はね、楽しそうであるんですけどね。で、テーマが今回家族となっております。家族いうことなので、子供だけじゃないと。大人も楽しめるんだよということなんだけど、それがどういう意味なのかわかんないよね。つまり、例えばよ、昔のパロディぶっ込んであったりするんかとか、例えばさ、ユニバーサルスタジオジャパンになんかアトラクションができるのかみたいな、それだったら大人もなんか楽しめそうやん。あとさ、これ今回マンションがテーマになってるから、そうなんか建物、それもなんかできそうなんじゃないのかなとか思ってたりするんだよね。家を、ホーリーホラーマンションみたいな建物を、マンション発売とか、そこまでないか。それは行き過ぎてんのかもしれないけど、まあ、結構ね、力入れてはるから、もうとんでもねえことが起きそうな予感もしてですね、多くのパートナー企業と連携した、過去最大級のクロスメディアタイトル。もう絶対アニメ来そうやんって。だからそのデカポリスも、なんかアニメ作るみたいだし、そう、結構大変そうだけど、多分これに関しては、ホーリーホラーマンションに関しては、もうアニメ、映画は全然ありそうよね。あと、おもちゃとか、ね、ゲーム楽しみだし、みたいな感じ。もう食料品売り場とかにもなんかお菓子とか、食玩出てきてもおかしくないですよね。で、ホーリーホラーマンションに関しては、来年の2025年春、クロスメディア発表会みたいな。この一つのタイトルだけで発表会するって、かなりやばいぜ。それまでね、情報が出てくるのかね、わからんけれども、来年の春、ちょっと待ちたいですね。これが延期になる可能性もあるけども。はい、ということで、ひとまず今回はレベル5ビジョンで発表された新作タイトルチェックしてきました。まあ、賛否両論ありそうな感じはするんですけども、まあ、僕はこちらの新作タイトルちょっと追いかけていきたいなと思っております。またね、続報あればご紹介したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。